海田智之は、広島県三原市出身のプロ野球選手。左投げ左打、オリーックスバファローズ所属。広島県立科目高等学校時代は、エースとなった2年時の周期、中国地区高等学校野球大会出場を果たす。3年時の夏は、広島県予選ベスト8で敗退。高校卒業後は、駒沢大学に進学。野球部では1年時の春から、 リーグ戦に登板。秋には、増井博都に次ぐ2番手投手として2勝を挙げ、リーグ2位となる、防御率2.01の好成績を残す。2年次からエースとなり、春は13試合中10試合に登板し5勝を挙げた。リーグ戦後、第36回日米、大学野球選手権大会の日本代表に、選出され、左の中継ぎとして登板し、 優勝に貢献した。しかし、2年時の秋から3年時の春は調子を落とし、未勝利に終わり、チームも二部降格となった。その後は、一部昇格はできなかったが、自身は二部三期で10勝を挙げた。大学卒業後は、日本生命に入社。日本生命野球部1年目の2010年は、春から公式戦に登板。 第81回都市対抗野球大会の半和地区二次予選では、先発、中継ぎとフル回転し6試合に登板し、代表権獲得に貢献した。翌2011年10月27日の第82回都市対抗野球大会2回戦の東芝戦では、9回西で降板し、関東を逃すも、足立良一要する打線を1失点に抑え勝利を収めた。 数時間後に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから4位指名を受けた。2012年は川端隆志と共に開幕1軍入りを果たす。開幕3戦目でプロ初登板を果たすも、初対戦打者の松中信彦に支給を与えただけで降板し、4月6日に登録抹消。同月17日に再登録されると、ビハインド。 敗戦処理の場面で、登板機会を得た。9月に入ると先発機会が得られ、同月2日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦で、自身の25歳の誕生日に、プロ初先発を務めて、田中正宏と投げ合い、7回無失点の高騰をするも、白星がつかず、その後4試合でも先発したがすべて敗戦投手となった。リリーフ26試合で、 防御率2.12であったのに対し、先発では5試合で、防御率4.43であった。2013年は、シーズン3試合目の先発となった4月17日の埼玉西武ライオンズ戦で6回を1失点に抑え、プロ入り初勝利を挙げた。7月4日の西武戦で5敗目を喫してからは、中継ぎに回され、ロングリリーフとワンポイントとして起用された。中継ぎでは、 防御率1点台を記録した。対右打者の左率は339であった。2014年は19試合の登板でいっぱい、防御率7.58であった。2015年は自己最高の48試合に登板し、防御率2.61、10HP をマークした。2016年も自己最高の50試合に登板し、15HP をマークした。 防御率は2.78と2年連続して2点台を記録した。2017年3月16日、4歳年下の一般女性と結婚。シーズンでは12試合の登板に止まり0勝1敗の防御率5.91。8月末には横左肘の関節有利体除去とクリーニング手術を受けた。900万円減の年俸2750万円で、 サイン。2018年は手術の影響から川塚4試合の、当板、防御率13.50の成績でシーズンを終えた。2019年は、自己最多の55試合に当板し、セットアッパーとして、防御率1.84、22HP を、マーク、去年の年俸のほぼ倍増となる2050万円増の、年俸4150万円でサインした。 2020年は前年とは一転して、わずか6試合当番0勝1敗にホールド、防御率14.54に終わり、減額制限を超える47%ダウンの、年俸2200万円で契約を公開した。2021年は16試合で、防御率2.61ながら、9月以降、激しい優勝争いを繰り広げていたチームを、ブルペンから支えた。 オーバースローから最速時速 146km のストレートと武器のカットボールをはじめスライダーカーブなどの多彩な変化球とのコンビネーションを駆使する。愛称は海ちゃん海君。ありがとうございます。